申し込む。サンバうわかわいそう。三原純子氏の24歳年下との再婚いじる。参院議員の三原純子氏53が13日放送の日本テレビ系踊るサンバ御殿びっくりスプ午後7:00に出演。16年10月に24歳年下の秘書と再婚したのは同番組のおかげだったことを明かした。三原氏は2年前に同番組に出演し男性に失恋したことを告白。しかし放送された直後に振られたはずの男性と電撃結婚していた。この日の放送で三原氏は司会の明石家さんまから突っ込まれるとこの番組の影響ってすごいと返し、三原氏が失恋を告白した番組の直後に男性が周囲から一斉にお前だろ、お前が振った相手なのか、お前ちゃんと結婚できんのかと問い詰められたという。三原氏は彼は散々周りに呼び出されてガチガチに固められてしまって結婚せざるを得なくなっちゃってと状況を説明した。これにさんまはうわーかわいそう涙っしゅと怖い話を聞くかのような顔。周囲に幸せな話背中を押したんですと突っ込まれると俺が崖から突き落とした、ごめんねえ背中押して三原という崖に落としてと笑わせた。三原氏は私は振られたんだと諦めてたんです、相手の父親と母親より年上ですから無理だろうなと思ってたんですと全くの想定外の展開で結婚したことを感慨深げに語っていた。